皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回の動画はもうタイトル通りの動画でございます。やってても上手くならない練習の仕方、そんなの話をさせていただこうかと思います。前置きとかせずにね、もうバシッと先に答えを言ってしまうと、どういう練習か、やり直しをするのが早すぎる練習っていうことなんですよ。やり直しをするのが早すぎる練習。どういうことか、ちょっとやってみましょうか。こんな感じです。例えばこんなフレーズを練習しているとします。こんなフレーズ。で、このフレーズを練習するにあって、よーし、やるぞーってなった時に、楽譜見ながら、ですねって。で、これをね、すごい悪くやるよ。悪くやると、本当は、っていきたいんだけれども、上手くならないうちは、もう一回こんな感じで、このいつまで経っても全然こう先に進まない、このやり直しが早すぎる練習というのがですね、すごくこのよろしくないんですよ。でも逆にそのね、全くやり直さなすぎる練習も良くないんだけれども、なんかこうね、自分の程よいところにね、このね、ポイントを設けるんです。例えば最初のこの開始地点 A ポイントとしましょう。で、 A ポイントから、あー、こっち行って、こう行って、こう行って、こうかなと、あー、じゃあここ B ポイントにしましょう。じゃあそしたらその A から B までひたすら、こうだ、もう一回、こっち行ってこう行ってからのこうみたいな感じで、まあ、その自分でこの A ポイント B ポイントを設定しならば、その間はもうね、やり直さずに、もう時間かかってもいいし間違えてもいいから、とりあえず完走すると、とりあえずもうね、もう通して弾く、必ずやり直さない、その間に関しては。で、その A ポイントから B ポイントまでうまくできたならば、その次タタトゥトゥトゥ OK、 そしたらタタルタラトゥトゥトゥ、ここを C ポイントとしよう。そしたらば A から B、C までを通してのやり直さずに、こっちに行って、こっち行って、こう行ってからの、こってから、あ、違うな、え、ちょっと待って、こっち行ってからの、そう、これ、こっちからの、こ、違うな、こっちからの、これからの、あ、違うな、これからの、これ、よし、もう一回、これからの、こっちからの、こっち行ってからの、こっからの、こう行ってからの、こっち、こっち、どれだっけ、こっちからの、こっからの、これからの、これ、OK! よし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 、みたいな感じで、もうとりあえずこの自分がこの間はね、もうね、もう通していくぞと、もうやり直さねえぞって決めてならば、ひたすらこのやり直さないっていう風にやっていただきたいんです。ちょっと最初ね、大げさにやりましたけどね、なんとなく、あ、自分、ちょっとそれやっちゃってるかもっていう人が少なからずいらっしゃるかと思います。この練習方法ね、まじうまくならないからね、気をつけましょう。とりあえずもう間違ってもいいし、止まってもいいから、その自分がここからここまでと指定したポイントをひたすら繰り返す。で、これの逆にまた悪いやつだと、そのね、 A ポイントから B ポイントまでがその長すぎるっていう。で、その A ポイントから B ポイントまですごいこうね、流暢に弾けてれば別にいいんだけども、こんな感じですごいこう、あっち、こっち行って、こっちに行って、ここで、こっち行って、こっち行ってからの、ここからの、こっけかからの、こっから、ちょっと、これから、これか、これか、違ってからの、こっからの、こっから、こっからの、って感じで、すごい、このまだ全然流暢に弾けてない中で、そのね、曲を一曲丸々通しちゃったりとか、この A ポイントから B ポイントまでかでね、遠すぎるっていうのもね、あんまりよろしくないんだけれども、その辺のバランスはまた難しいとこなんですが、まあとにかくやり直しをしすぎる練習っていうのはね、本当に身にならないからマジでやめましょうっていう、そういう話でございます。もうこれが今回の動画のすべて。で、これをですね、言葉に例えるとしたならば、例えば皆様が日本語のなんかこの語学の勉強をしているとします。で、日常会話の練習をしていると思います。してるとします。で、授業とかでね、じゃあ今日はもう日本の挨拶を覚えましょう。つって。日本にはこのね、こんにちはっていう挨拶があるんで、じゃあ皆さんと一緒にこんにちは練習してみようと思います。つって。で、その、こんにちはっていうその5文字のセンテンスをまあ練習する一番最初の段階をね、まあその一個一個。まずこっていうのは、この喉のとこをくっつけて、こんは、口調として、うん。で、2は、に、ちとか、わとかってやる必要があるんですよ。
で、このステップが終わって、ある程度こうね、それぞれの発音が上手になってきたならば、これをね、つなげてリズムをつかむという練習をしないといけないんです。で、その練習をするときに、もうね、間違えてもいいから、なんか違う単語言ってもいいし、こんにちはじゃなくて、こんなむるとか、コレステロール、こんにちは、ザックデラロッチャ、こんにちは、みたいな感じで全然いいから。もうとにかくひたすらこの繰り返して、その五感のリズムをつかむわけですよね。で、これの悪い例としては、ひたすら、こ、みたいな感じのがよろしくない。とりあえずもう間違えてもいいから、ひたすらこの繰り返すっていうのが、そんな感じのイメージです。なんとなくわかりますでしょうか。他にも例えてみると、そうだな。なんか自転車の練習してるときとか。まあ私たちはね、もう普通に自転車乗れるように習得して練習しましたけれども、あ、なんかやっぱこれって、あれってさ、なんかこのね、この、とりあえずもうペダル漕いでさ、補助輪とかつけずにさ、もうフラフラしながらさ、ちょっと転んだりとかさ、足ついたりとかしてさ、もうとにかくもうね、この自転車をこの動かすことになれるのが一番手っ取り早いじゃないですか。けれども、こことか、あ、もう一回。もう一回みたいなのは、結局その自転車のペダルをこの両足ついてます。で、そこからペダルに引っ掛けます。で、引っ掛けて、よし行くぞってこの駆け出して、このペダルをこうバーってこう両足でこう踏まなきゃいけないんだけども、いつまでたってもね、左足つけて、右足だけでコンって言って、あ、もう一回みたいなことやってるような状態なんですよ。そうじゃなくても、一回このペダルをガッと踏み出したならば、すごいふらついても倒れても別に構わないから、もうひたすらもうね、左足をオラーってペダルに乗っけて、もうガクガクガクブルブルしながら、お、こうかしら、あーみたいなことを繰り返すことが大事だったりとかするじゃないですか。結構そんな感じなんです。やり直しをするのが早すぎる練習、ちょっと心当たりある方いらっしゃったら、意識していただくといいんじゃないのかなと思います。そんな感じの内容でございました。まあ一応僕自身はですね、なんだかんだでもう18年19年ぐらいそのギターを教えるというその仕事をさせていただいているわけなんですけども、やっぱまあいろんな方をね見るとですね、ちょっと言葉が難しいところですけども、あ、それはちょっとなんか上手くならないからやめた方がいいよっていう風な習慣って結構やっぱね、いろいろと見えてくるんですよ。で、まあそれはね、すごいたくさんあるんだけれども、その中の一番最たるものが、まあ今日お話をしたやり直しをするのが早すぎる練習っていうことなので、ぜひ覚えていただけたら幸いでございます。また機会があればですね、その僕のこの、なんか、やってても上手くならない練習の仕方トップ10みたいなのがあるんですけども、まあ、今回はそのぶっちぎりの第1位です、これは、その辺のね、第2位からの話とかもさせていただこうかと思っておりますので、まあ、もし希望があれば、リクエストがあれば、コメントの方とかにバシバシと書いてみていただけたら幸いでございます。そんな感じです。では、そんな感じで今日は終わりにさせていただきましょう。何かご意見、リクエスト、ご感想ありましたら、バシバシとコメントいただけたら幸いでございます。この動画を見終わった後はですね、諦めるのが早くならないように、やり直しをするのが早くならないように、練習をしてみてください。じゃあ、そんな感じで終わりにさせていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。また違う動画をお会いしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあねーん。こんなむる。こんなむるってなんだっけ？豆もやしだっけ？